これだってさ、企業でさ、よくナンバーワンみたいなね、うん、あの絶対勝利する、うん、何がナンバーワンなのと思わない？確かに分からない。従業員数なの、うん、売上なの、利益なの、それとも何スピードなの、有名とか有名なの、認知なの、何がナンバーワンか正直分からないですよ、うん、分からない中で何に一番だろうと、何に対して勝負してるのって話だよ。でもいろんな企業が、うん、そのあのそこで一番だろうとか、うん、その顧客に目線を向けないで自分たちの何かその意味の分かんない順位付けに目線を向けてる、うん、だからこれは企業では絶対にいけないです、うん、でうちもそうじゃん、別に何の比較対象もないと、うん、これね面白い話があって、あ、六本木ヒルズってあの森ビルにいたことがあるね、はいはい、でそこの森ビルってアップルとか、まあ、ヤフーとかもいたわけですよ、うん、でいろんな会社、まあ、一流企業いますと、うん、でこれある日ね、あのテックなんだっけな、テックなんとか、まあスマートフォンの展示会みたいなやつよ、うん、東京ビッグサイトでやったんだけども、うん、そのスマートフォンの展示会でもちろんそこに来るのはさ、スマートフォンの王者って言われるアップルさんだよね。出た、アップル、 iPhone さんとか来るわけでね。でその iPhone の、 あのブースがあって、はいはい、俺はシャープのブースにいたのよ。なんでシャープかっていうと、シャープのさ、アンドロイドフォンってさ、うん、結局 OS がアンドロイド、だからどういう風な売り方をするのかとか、どういう風な、あの、推奨するのかみたいなのを現場で見ないといけなくて、うん、そこに一回行ったことがあって、ぶっちゃけ俺、iPhone ユーザーだったのね。そうだな。あの、うん、iPhone Nexus とか、なんか会社からもらってたんだけど、うん、全く使ったことなかった、ぶっちゃけね。で、iPhone の方がいいなと思ってたんだけども、ぶっちゃけ見てみると、その、シャープの方がいいのよ。画質が綺麗、カメラが性能ってこと、全然性能、はいはいはい、あの画質が綺麗だし、うん、あとはなんかダウンロードできるあのアプリとかも全然あるし、うん、さらにはあの今 YouTube とかからさ、うん、iPhone ってさ音楽聴けなかったりするじゃん、うん、でも Android だと普通にそのダウンロードするアプリとか結構あるのよ、はいはいはい、だから外部の機能が結構使える、なるほどね、とにかく Android フォン、あのシャープ あのスマホの方がいいわけ、うん、でもそのまあそのイベントが終わって帰りのさ、あのタクシーでたまたま俺アップに友達いたから、その友達と、うん、あその友達の上司なのかな、あれは上司と、まあ、あのタクシーに乗って、はいはい、まあ、六本木ヒルズに帰るわけね、うん、で、まあ、友達と後ろでキャッキャキャッキャやってる前に上司がね、タクシーの前に上司が座ってる中で、あの俺がなんかそのスマホの話になって、うん、あのまあ、シャープ、僕も iPhone いつも使わせていただいててすごいいいと思うんだけども、うん、ぶっちゃけ今日シャープのところ行って、シャープの方がめちゃめちゃ良かったんですよ、こんな機能は、こんな機能、今言ったようなね、うん、っていうことを言って、もうシャープの方が全然いいっすよねって、まあ失礼だけど、うん、言ったら、その上司の人がこうやってタクシーの後ろこうやって振り向いて、うん、知ってる、わかる、かっこいいな、かっこいいでしょ、だからもうそもそもで全員の見てないんだ、じゃあ見てない、競争に突っ込んでってない、なるほどね、そうそう、だからその競争をするしようとすると絶対に負けてしまうよっていう話、大人だわ、いや本当本当そう、だから企業はビジネスで一番重要なのっていうのは、うん、競争をしようとしちゃいけない、他者をどうとかっていうのは考えちゃいけない、